新型コロナウイルスに関連する犯罪で4000人以上を拘束です。中国公安部は今日の会見で、新型コロナウイルスに関連する犯罪で中国国内でこれまでに4260人を拘束したと発表しました。拘束された容疑者らは各地で品不足となっているマスクを販売すると見せかけて、金をだまし取る詐欺行為や粗悪なマスクの製造販売などを行っていたということです。